皆さんこんにちは。子どもの人権を守る会千葉支部高さんです。今日も読みます。道は必ずある、諦めず切り開こう。前例がないと口に出す人間、それはルーチンワークしかできない、これからの AI 時代に不必要な人間です。前例がなければやればいい、新しくやればいい。それができないのであれば、これからの世の中に必要のない人間であると私は断言したいと思います。我々は変える、変えられるんだ。あなたは変えられる、絶対やるぞ。はい、今日もですね、児童相談所の不当保護について、ご説明したいと思います。児童相談所が、児童福祉法第33条に基づいて、連れ去り行為、まあ一時保護の名のもとにおいて子供を勝手に連れ去ることができるんです。これ自体は、法律上、何をやっても認められますんで、これはしょうがないと思うんですけども、問題は社会通念、倫理、道徳に反する場合、これはその職員は社会的に制裁を受けなければならないと。当然そのようなことだと国民は理解しております。それが憲法第、15条に、記載されている、公務員の規定に、該当すると思います。公務員は国民全体の奉仕者でありまして、その罷免の権利も国民にあります。したがってこのような職員は社会的に糾弾されて、まあ、街歩けなくなっても当然なんです。それを頭に置いて児童相談所の職員は仕事をしていただきたい。例えばですよ、子供が虐待を受けていそうな可能性がある、それで連れ去る行為はどうですか。本来命に関わる状態を救うための制度なんです。それを虐待されてる可能性があるなぐらいで連れ去ってから親と面談するというのはおかしいんじゃないですか。この社会通念、倫理、道徳に反するのは間違いないんじゃないですか。先に子供を隔離して人質状態で、監禁状態で親に対しても個室に、入れて、児童相談職員何人かで何時間もあんた虐待したんだろというような状態にして、それ正しいことと言えますか。本来命に関わる状態を救うための制度です。それを無理やり子供を施設に先に入れて、それから親と面談する、おかしいんじゃないですか。先に親と面談ですよね。先に親と面談してこのような状態が続くようであれば、子供がひどい状態になるようであれば保護しますよと警告するのが、まず筋だと思います。それをしないんです、児童相談所。いきなりですよ、いきなり子供を連れ去って施設に入れる、このこと自体が心理的虐待、つまり公務員が税金を使って虐待をしている、虐待行為をしているんです。本来の税金の使い方は、まず保護をする前に親と面談をし、そして何か問題があれば改善をするよう書面等を提出して、警告するのが筋です。それを明らかにやっていないケースがほとんどです。そのような状態で、保護の命に関わる状態でもないにもかかわらず緊急措置的な一時保護にて連れ去る行為は虐待行為です。児童相談所職員による虐待行為です。いくら裁判所が連れ去り行為自体を法律で認めているとはいえ、
これはおかしいんです。社会通念倫理道徳上、税金を使って公務員が虐待をしていることを裁判所が適法だと認めているからといって行うことは間違っています。間違ったことを裁判所が認めていると勘違いしている職員があまりにも多い。今コロナ騒ぎで職を失い、収入がなくなり、困っている人がたくさんいる中、児童相談所の職員はありもしない虐待案件を作って仕事をしています。面談しています。子供を保護しています。必要のない仕事を作り出し、高い給与ボーナスをもらっているというこの現実、これを許しておけますか？それを許しておいてはいけないんです。我々はそういった児童相談所職員を糾弾し、そのような連中を、社会的制裁を受けさせなければならないんです。これが重要です。これをやらないと、不当な一時保護がなくなりません。これを許してはいけないんです。これを許した結果が今の児童福祉行政に至っております。それを見る限り、千葉県内でも数百人レベルの子どもが保護所に収容されています。本当に命に関わる状態の子どもがそれだけいると思いますか？明らかに違います。我々団体には相談が多数寄せられています。そういった状況を加味すると、明らかに命の危険にない子どもを親との面談警告一切出さないままいきなり保護をする、つまり児童相談所が子どもを虐待している、しかも、そういった必要のない虐待案件を作り出し、税金を無駄に使いボーナスまでもらっている、この現実、今のこの日本の経済的危機状態で許される行為だと思いますか？これを児童相談所が改めないのであれば社会的制裁を受けます。これを頭に置いて児童相談所職員は対応してください。また我々市民の、質問に対して個人情報なのでお答えできませんと言った人は黒です。こういった人も当然社会的に制裁を受けるべきです。きちんと公務員である以上情報を開示し、個人情報部分以外のところは、真摯に答える必要があります。これをお答えできません、お引き取りください、そういったことを、口にする職員は社会的に制裁を受けなければなりません。公務員である以上国民のための奉仕者であり、国民の求めに対して拒否する、お答えできません、お引き取りください、そのような言葉を発する公務員は社会的制裁を受けるべきです。しっかりとお仕事をしていただきたい。もちろんきちんと真摯に対応していただける職員に対しては、日頃の職務ありがとうございます。そうでない職員の方、きっちりとご理解した上で社会的制裁を受けないように気をつけて行動してください。我々は児童相談所の職員を教育してあげているのです。しっかりと子どものために行動してください。分かっていない職員がいるのでこのような動画を作っています。分かっている職員の方々、本当にありがとうございます。はい、国民の皆さん、こういった無駄遣いをしている職員を見つけたらしっかり社会的制裁を与えてください。国民は公務員を罷免する権利を持っています。しっかりと公務員の方々はお仕事をしてください。以上です。親子断絶をぶっ壊す。